南スーダンの行政区分は、2020年時点で州、及び2種類の行政区域、軍及び基礎自治体、パヤーム、ボーマの4層から成り立つ。また、州のさらに上の区分として地方が存在するが、歴史的な区分に基づくものであり、行政機能は有していない。ここでは、主に第1級行政区画である州について、説明する。連邦制を取り、 遊牧民の多い南スーダンでは土地や家畜をめぐる争いはしばし起こり行政区画がやり玉に上がることがある。一例を挙げると2014年に設置されたピボール行政区は民族の自治区の設立のため武装放棄した反政府勢力と南スーダン政府の和平協定によって生まれたものである。2013年のクーデター未遂事件から始まったサルバ キール・マヤルディ大統領トリエック・マチャル、元副大統領の内戦では、お互いが出身民族を優遇するかのような行政区画へ変更を宣言する事態になった。民族対立の他に、天然資源や政治的な問題が原因の場合もあり、時には、修道士が都市の貴族をめぐって争うなど、同国で行政区画はデリケートな問題とされる。民族対立については、 スーダン遊牧民紛争及び南スーダンの民族紛争も参照。2020年以降の行政区画と歴史的地方バハル・アルガザール地方、エクアトリア地方上ナイル地方2020年2月15日、同国で継続していた内戦の和平プロセスの一環として従来の32州は10州と3つの行政区域へ再編されることになった。これにより、 州は2011年の独立時とほぼ同じとなった。ただし、行政区域に関しては、両者で意見の食い違いが見られる。2015年に、サルバ・キール・マヤルディ大統領が独立当初の重州を解体し28州としたことに対して、野党やリエック・マチャル元副大統領を率いる、反政府勢力の SPLMIO は反発。反対派は独立当初の重州へ戻すよう。 要求したが、一方キールは拒否し続けたためは平安の争点となっていた。南スーダンの10州と、歴史的な3地方バハルアルガザール地方、エクアトリア地方上ナイル地方1994年2月14日、行政区画再編に伴い現在の南スーダンに、当たる地域には10の州と86の地区が設置される。2005年には、現南スーダン政府の前身となる。 南スーダン自治政府が発足し、南部10州はその自治政府下になる。2011年の南スーダン共和国独立に、伴い南部10州は、スーダン共和国から分離し、南スーダンを構成した。統計2017年以降の南スーダンの州2015年の2017年の、南スーダンの州2015年10月、キール大統領は、 行政区画を従来の10州から28州に再編を発表。28州は歴史的な3地方にそれぞれ属している。スーダンと領有権問題のあるアビエー軍はどの新州にも属していない。この大統領令について野党やリエック・マチャル率いる反政府勢力などは反対の立場を取った。現行の憲法では 大統領令で行政区画の変更はできないとされており、憲法違反にあたることや、また、同年8月に結ばれた内戦の平和協定の違反となることなどである。こうした反対意見に対して、キールは議会に対して、今回の大統領令の承認を求めた。11月に、議会は、キールの要求を認め、大統領へ新州創設や、それに伴う、知事、 議員の任命権を与えた。2017年1月14日、キール大統領は28州を32州へ増やす大統領令を発表。これによって美英州から、アコボ州が、ラツジョール州から、マイウート州が、グブグエ州からタンブラ州が分離し、東部ナイル州が廃止され、中央上ナイル州と北部上ナイル州に分割され、一部宗教が変更された。 また一部の州の解明が行われた。この決定についても、反政府勢力 SPLMIO は反対声明を発表。和平プロセスの停滞や地域紛争、ひいては連邦制の崩壊へつながりかねないと非難した。一連の州設置は民族紛争の解決という理由もあったが、一方で、キール大統領の士族である林家族の優遇する。 恣意的な分割であったという意見もある。2008年国勢調査時の群衆の下には軍及び軍と同格の基礎自治体がある。2008年の国勢調査では78軍であったが、その後は増加。だが2020年の州裁編に伴い、軍も独立当初へ戻されることが決まった。スーダン共和国時代では、地区と呼ばれていた。軍の下には、 パヤームと呼ばれる村や町の共同体がある。2008年の国勢調査では、パヤームは516存在した。最下層には、ボーマが設置されている。規模は様々で、ある程度の村から構成される。1パヤームには、平均4.2のボーマが所属している。SPLMIO の21州、ファショダ州アダ州、または、北東上内部州ソバト州、 リエチュ州ジョングレイ州、ビエイ州ポー州、ピボール州カポエタ州、イマトン州中央、エクアトリア州イエーカワ州中西エクアトリア州西エクアトリア州ワラブ州、またはトンジェ州ロル州レイク州ルンベック州北、バハルアルガザール州、ワウウ州西、バハルアルガザール州、またはラガ州この州区分は A 誇り領時代の地区に基づいているとされているが、一方で、 マチャルの出身民族であるヌエル族を優遇したものという意見がある。ありがとうございます。